ボルジョミ・バクリアニ狂気鉄道は全長 37.2km、期間 900mm の狂気鉄道で、ジョージアのボルジョミとバクリアニの2つの町を結んでいる。この鉄道は、バクリアニのミネラルウォーターを求める観光客のために、1898年から1901年にかけて付設された。この山勝ちの地形を通る路線は、1966年に、 直流線500ボルトの架空電車線方式で電化された。電化以後は蒸気機関車に代わり、この路線のために設計された11型電気機関車が使用されるようになった。この鉄道では旅客列車が定期運転されている。貨物列車は1991年以前はバクリアニで採掘される安山岩の輸送のために運転されていたが、 ソビート連邦が崩壊してからは安山岩の鉱山は廃坑となった。主としてこの鉄道は列車の窓を開けて山の景色を楽しもうとする観光客に利用されているがバカンスの季節が過ぎると地元民のための交通機関となる。ボルジョミとバクリアニの間の所要時間は2時間から2時間半で勾配区間を上下するのでこのような時間を用している。 11型は、チェコスロバキアのシコダ社の工場で、産業用機関車の設計を基本2966年に12両が製造された。4軸で、突型車体を持つ。1両は、箱型車体に改造されたが、運転室は、車体中央のままで、不便だったため、乗務員に受け入れられなかった。2010年現在、6両が現存し、うち3両は、予備車である。 ありがとうございます。